そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。皆様ですね、気づいている人がいるかどうかわからないんですけど、今日2月26日はなんとギターフロンティアのオープン日というか、2月26日オープンなんだよね。カメラさん知ってた？知らなかったの？ショック。もう何年前でしょうね、かれこれ、なんて結構前なんですけども、2月26日この日にこの新潟の小さな、ね、店ですけど始めさせていただきました。ありがとうございました。もう本当に皆様のおかげでございます。感謝しております。さあ、そういうわけで今日もですね、今週は皆様からいっぱいハガキいただきましたので、少しずつちょっと読んでいきたいという、またまた YouTube ラジオおガキ紹介コーナーでございます。こちらの方ね、3万人おめでとうございます。こちら、山口県の M さん、M 田 M 子さん、女性の方です。この人ね、これ分かってて書いてくれたのかな。このいつも楽しく見てます、エレキ欲しいです、ごめん外れた。でね、これストラトキャスター書いてくれてるんですけど、これ分かって、俺ほらゲーリーマー好きなので、ゲーリーマーといえば62年のフェスタレッドが有名なんですけど、これ残念なことにゲーリーマーが使ってるフェスタレッドのストラトキャスターは指板がローズなんだよね。これメープルですから、でもまあ分かんないで書いたんだよね。でもありがとうございます。一応ハガキ、あ、昨日もそうだけど、ハガキ送った読んだ人に何か送ってきますんで、楽しみにしててね。山口県の M 田 M 子さんね、よろしくお願いします。もう一枚いきます。この人ね、すごく嬉しいんですよ。長野県の方で、2行しか書いてないんですけど、すごく2行でも嬉しいです。61歳でギターを始めました。いつも楽しみに見ています。あ、もうこれだけで伝わるね。61になったんだけど頑張るぞ、俺始めるぞっていうね、意気込みが伝わってきます。長野県のこちらは H さん、頑張ってください。何か起こります。続きまして、あ、この人もすごいわ。この人は何県だ、和歌山県の、この人も M さん、 M 下さん。私は今年3月通信制高校を卒業予定です。36歳で頑張りましたね。ギターを部活動のように始め、2年前にギターのおかげで卒業見込みとなりました。だって、いや、ギターのおかげもそうだけど、あなたの頑張りのおかげだと思います。素晴らしい。いつか訪問したいと思っています。応援しております。ありがとうございます。へえ、すごいな。もう30過ぎてもこうやってね、チャレンジする、いいと思います。和歌山県の M 下さん、ありがとうございます。何か送っときます。もう一枚、この人もどこだ、静岡県清水区、この人も M さん、これ長いんだけどちょっとカットすると、20歳の時に買ったフェルナンデスのベースをね、修理したんだって。いや、実は2012年10月にちょっといろんなことがあって、いろんなものを失ったために、売れるものはもう売っちゃったんだと。でもベースだけは残してましたというね。で、最近ね、エキストラいろやってるんだって。で、なんと大河ドラマにも出たことあるそうですよ。そしてね、2020年今年ですね、公開の一度死んでみたっていう映画があるんですって。岡村さん知ってる？一度死んでみた。知らない。広瀬すずさんが受付でチェックインを確認するシーンで、水色のカーディガンを着て背中を向けているのが私です。だって絶対わかんねえよそれな。あ、でもね、頑張りますね。わかりました。こちらは静岡県の M さん、なんか送っておきます。ありがとうございます。そんな感じで、昨日も言いましたけど、キャンペーンとかね、ギタープレゼントがない時でも、皆様何かありましたらおはがきとかお手紙ください。何か送りますんでね。ちなみに昨日の動画でお手紙くださいってここにテロップで3歳と書いてねってシャレで書いたら、コメントでどういう意味ですかっていう、それはチコちゃんに聞いてください。よろしくお願いします。さあ、そういうことで今週のですね、高級ギターシリーズ、今週は全部もうメイドイン US で行くよと言ってます。昨日ギブソンね、335、おかげさまですぐ予約いただきました。ありがとうございました。今日はすごいです。そういうことで、今日ね、僕のギターフロンティアにとって創業日っていうかね、オープン日なので、やっぱこんなギター紹介できる私、喜びにちょっと震えております。マーティンです。じゃあ紹介します。
こちらです。かー、来ました、ハワイアンコアですよ。めちゃくちゃ綺麗だよね。こちらね、トラディショナルコレクションシリーズって言いまして、日本向けの、まあ、ジャパンカスタムということですね。 CTM00 の 37K2K はコアの K だね、 K2 というモデルで2010年製です。当時実売価格で88万円、すごいね。ゆっくり見ていきましょうか。トップ、まずこのほら、トラ目のバッチリ入った、なんていうんだろう、この木目ね、ハワイアンコアのこの縦と横のこの素晴らしく豪快でもあり繊細でもありというか、素晴らしい芸術品ですわ。ここのところカメラアップできるね、縁のところ、ここも凝ってるでしょ。ロングサドル仕様ですね。傷ね、ほとんどがない。もうずっと見てるのがないですよ、サイドも。これ2010年なのでちょうど10年前なんですけど、ほぼほぼ引いてないですよね。大事にコレクションしてたんですね。これ後ろもすごいでしょ。こうネックなんかもこうずっと見てくださいよ、ほら。いやー、美しい。もうここまで来ると本当にね、ギターもね、もちろん楽器ではあるんだけども、まあ芸術品ですよ、美術品ですわ。素晴らしい、エボニーシバンで、このさりげないこの角フレッインで、このね、さりげないのよ、ちっちゃくて奥ゆかしい感じがしますよね。ここも凝ってるんで、これサイドのポジションマーク、サイドポジションマークもこれキラキラしてるんで、多分アバロンガイでしょうね。ここもアバロンガイだよね。すごいわ、やばいよね。どんな音するんでしょうか。ちょっと指で弾いてみたいと思いますけど、うわー、キラキラする。ちょっと気になる弦高を先にチェックしますよ。6弦12フレット、これ勘違いするとまずいよね。12フレットジョイントなんで、ここなんだよね。あら、低いわ。 2.2 だね、2.2 ミリで、ナット幅、ナット幅が約ですけど45ミリ、ほんの少し幅がある感じで、ほんの少しで、握りがね、薄い滑らかな三角ね、軽く三角、まあ、クラプトンみたいにがっつり三角じゃなくて優しい三角です。いやー、これちょっとキック使ったらこれやばいんじゃない。これキラキラしすぎて逆に、キラキラなのもね。フィットするし、いや、このサイズもほんと弾きやすいね。ずっと弾いてたよ、もう弾いた瞬間忘れろ、ずっとこうやって。いやー、気持ちいいわ、本当に。美しいしね、何度も言いますけど。さあ、純正のハードケースちょっと見てみましょうか。このね、マーチンのね、結構いいやつ、 CTM とかね、またいいケースなんですよ。ちょっと重いんですけど、その分中のほら、これこれでほら、すげえ厚のクッションとかでぴったりなんだよね。ほら、 CTM とかね、ゴールデンエロとかいいやつ大体これなんだよね。この生地がまた肌触りが素晴らしいよ。これもうスリスリしたいもん。ほら、またしない方がいい、顔の油つくとね、やばいよね。でまたね、なんでだろう、これ木のいい香りするんだ、これな。またこの香りでね、ご飯2杯食べれる。
嘘つきました、すいません。はい、こちらのケースも立派です。さあ、そういうことで皆さん、そろそろね、気になるお値段の発表でございます。こちら10年前に当時実売価格が88万という、まあ、高級ギターなんですけども、これだけ状態良くて、10年前でね、これだけ状態良くて、もう状態のいいケースがついて、なんと絶対お安いと思います。今日も早めに電話メールください。なんとこの貴重な、ジャパンオリジナルですよね、あの限定 CTM00 の 37K2 が税別で39万8000円です。いやー、俺が欲しい、本当に欲しい、本当に欲しい、本当に欲しい、これ。あの、ちなみにね、あの、この00サイズのマーティンっていうと、日本ではやっぱり森山良子さんが有名ですよね。あの方の持ってるやつ、あの、オールドなんですけど、古い、なんですかちょっと忘れたけど、結構古いやつで、00の4号。僕のね、記憶が確かなら、確かね、20年前ぐらいに、あの、何でも鑑定団ってあるじゃないですか。あれに出たんですよ、あのギター持って。で、あの当時で300万ぐらいだったんですよ、鑑定結果が。今そんなもんじゃないよね。今全然もっといってます。でね、ちょっと今値段も発表しちゃったんですけど、もうちょっとこれ紹介したんですけど、こういうキラキラとしたギターってカポつけるとまた素敵なんだよね。ちょっと今とりあえず3カポ。ほら、うわ、綺麗。70年代のフォークなんか好きな人、こういう音好きでしょ、こう。ほら、せっかくなんで森山良子さんのこの、ザババザババザババ、広い里を黄び畑は、ザババザババザババ、風が通り抜けるだけ、夏の日差しの中まで、ザババザババザババ。風が通り抜けるだけ、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。